こんにちは、今回は人の作り込みについて。皆さんは人の利き手について考えたことはありますか？実は人って、攻撃するときは基本的に右手なんですが、実はとあるときだけ左手で剣を振ります。それがいつかわかりますでしょうか？はい、通常攻撃、右手です。続いて必殺技を打ってみましょうか。それでは打ってみます。構えからもわかる通り右手で振っていますね。それならば、どこで左手なのか。来ました、これ。はい、テンプの時だけは唯一左手で剣を振ります。また、準効果についてはテンプのみ回復が可能。必殺技は調整なので微妙なラインですが、基本的に包帯のある手で敵から一気を吸い、手袋をつけている手で、自傷してダメージを与えます。陣が魔音に落ちているとか、格下で抑制してるとか、そういう設定もあるので、これは意味のあるこだわりなのでしょう。まあ、これ以上は考察が浅い長政なので、詳しい方教えてくれると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。さようなら。